た今決定しなさい。もう答えだ、決まってるよな。答えはどうだ。いや、タイトルマッチ正直あまりピンと来てなかったんですけど、毎日大事そうにしてるんで取り上げてやりたい。今から10年前、新闘魂三銃士として棚橋中村と共に将来を期待されていた柴田だが、入団当初からエリート扱いされる中村に対し、柴田は特に反発心を抱いていた。いや、もうコミュニケーション取ってない、どっちも一緒にされたくないっていうのがあったと思うんですよ。だけど見る人が見たいように見ればいいと思うんですよ。中村と俺がもうすごい敬遠の中だっていうんだったら、そうやって見ればいいですね。今日の試合後のテーマは笑顔です。まあでもあの時はすっげー嫌いだったっすね。で俺も やめてからまたやることになると思わなかったっすね。今年の G1 クライマックスで行われた10年ぶりのシングル戦では柴田が勝利した。別に俺そんな楽した10年じゃないし、やめてこう進む道を選んだってだけで、負けたくないですよ絶対に、あいつに負けるっていうのはすげえ屈辱のような気がしますね。チャンピオン中村自らの指名で実現した禁断のタイトルマッチ。柴田に対して中村は何を思う？そうですね、そう、周りが騒いでくれればくれるほど自分にとってはいいカードなんじゃないかなと思いますね。せいぜいはしゃいでくれよってとこですね。IWGP インターコンチネンタル選手権試合、挑戦者柴田勝頼 VS 王者中村慎介。